ミジシャン、俳優、ロックバンド、安全地帯のボーカリスト、日本コロンビア所属、北海道旭川農業高等学校中退、身長177センチメートル、血液型は A 型、現在の妻はタレント、女優の青田の子、北海道旭川市に出生、旭川市立神ム中学校入学、野球部入部した、 中学2年時に転入生の竹沢豊と同級生となり、1973年に竹沢と二人でロックバンド安全地帯結成。また中学校の生徒会長を務めた。1974年、旭川市立神井中学校卒業。北海道旭川農業高等学校入学。1981年、 井上陽水のバックバンドとして上京し、1982年2月25日に、キティレコードより、萌え王職のスナップで、安全地帯メジャーデビュー。1983年に、同郷の一般女性と結婚。同年、シングル、ワインレッドの心がヒット。1986年、映画、プルシアンブルーの肖像で、俳優デビュー。 1987年にシングルオール・アイドゥでソロデビュー。1991年にシングル胸の振り子の作曲を担当したことを機に交際していた薬師丸ろ子と再婚。1993年に安全地帯活動を休止しソロ活動に専念する。ソニーレコーズに移籍し須藤明をプロデューサーに迎える。同年に チャリティーグループ、ユーズド・トゥ・ビー・エ・チャイルドに参加。1994年、国連ユネスコの呼びかけによる、ザ・グレート・ミュージック・エクスペリエンス94から21世紀への音楽遺産を目指して青・ニオシに参加。1996年、大河ドラマ、秀吉に、足利義明役,役で出演。また、自らが出演した、テレビドラマ、 コーチの主題歌で、イレブンスシングル、電園が大ヒットし、同年末の第47回 NHK 紅白歌合戦へ、ソロで初出場を果たす。バックバンドには、同じ白組で出場し、当時玉木と同じソニーレコーズに所属していた時を据え、末、59.9%の歌手別最高視聴率を記録。放送後に売り上げを伸ばし、結果的に、 グループソロ通じて最大のヒット92万枚を記録した。1998年、薬師丸と離婚軽井沢町へ移住。レコード会社をファンハウスへ移籍。1999年にツアーバンドの一員でキーボード奏者の安藤里子と結婚。また、軽井沢にログハウスを建築。2002年、レコード会社をファンハウスから ソニーレコーズに戻し、約10年ぶりに安全地帯の活動を再開。本年と、翌2003年にアルバムを連続リリースし、ツアー観光。2003年をもって安全地帯活動を休止。2004年、個人事務所、アンクルオニオンの設立、ソロ活動に専念する。2005年に、テレビドラマ、愛の歌に、8年ぶりに、ドラマ出演。 2007年12月1日、安藤と離婚。2008年、病気療養のため、活動を休止。2009年2月25日、日韓スポーツの報道を受けて、女優の石原マリと婚姻届を提出するも、石原の席が全部と婚姻状態のため不受理に終わり、9月4日に石原マリと破局したと、日韓スポーツで報道される。 12月25日、フルスレコード会社へ復帰。安全地帯活動再開第1弾シングル、青いバラのショートクリップが公開。2010年1月8日、6年ぶりの安全地帯活動再開を発表。7月16日に、タレントで女優の青田のり子と結婚。2012年7月1日、ソニーミュージックへ3回目の移籍自主レーベル。 ソルトモデラート発足。グループソロとして作品を順次発表。2013年10月から12月に放送されたドラマ、東京バンドワゴンにいて8年ぶりとなる連続ドラマ、出演。亀梨和也との共同ユニット、ホッタヤバンド名義で発売した主題歌、さよなら、ありがとうがたまきにとって、悲しみにさよなら以来28年ぶりとなる。 オリコンウィークリーシングルチャート1位を獲得。2013年夏頃から始まった、徳永秀明のコンサートツアー本編にて、飛び入り参加し、行かないで、をコラボしている。2014年12月に、カバーアルバム、群像の星をリリース。2015年2月、NHKBS プレミアムにて、初の冠無理番組となる、玉木工事賞の放送開始。 2016年、軽出演のため緊急入院し、約1ヶ月間の休養。5月に予定されていた後公演を中止。5月20日に退院。6月2日に活動を再開し、病気の原因の一つが飲酒であることから、一生禁酒を宣言。2017年、安全地帯デビュー35周年とソロデビュー30周年を迎えるにあたり、 グループソロの両方で初となる、オールタイム、ベストアルバム、オールタイムベストのリリースと、全国ツアー、オールタイムベスト30、30、サーティースアニバーサリーツアー2017、並びにビルボードクラシックス公演、麹玉きプレミアムシンフォニックコンサート2017、ザグランドルネッサンスマイナスの開催を発表。5月25日には、NHK、ソングスに2年ぶりに出演。 加えて、オールタイムベスト発売当日の5月31日には、安全地帯として4年振りとなるツアーの開催が発表。2020年、日本コロンビアに移籍。12月23日に、6年ぶりとなるアルバム、チョコレートコスモスがありリリースされた。12月31日、第71回 NHK 紅白歌合戦に、 特別企画で出場し、オーケストラとのコラボで、電演を披露した。本人曰く、歓声が罵声に聞こえてしまう時があり、精神的にパニックになっていた時があったとのこと。ありがとうございます。